カロエチュン。はい、今日はですね、楽しいサックスの始め方シリーズということで、サックスの、構え方について、まあ、ちょっとこちらについて、シェアハビしようと思います。ちょっとね、私のマシズチャンネルではなんか全然こうなんか人気ないシリーズなんですけども、まあやっちまったからにはちょっとね、ある程度のところまでやっちゃおうということで、あのね、サックスのね、始め方をちょっとまあ結構言っていければなというような、まあそういった回でございます。アドリブやるなんて結構そのサックス始めたばかりの方にとってはその難し、もうね、そんな難儀な話だと思うんで、まあそういったのはちょっとね、簡単なところから。でもまあ基礎はね、ちゃんとできてないとやっぱり何も吹けないですからね。まあちょっとそういうことで、一つ一つね、まあ話していこうかなという感じでございます。ではサックスをまあどうやって構えるかみたいなことなんですけども、姿勢がこうなんていうんやろ、お手本のようなこのピシッともうパリッとした姿勢が一番いいかって言ったら、私別にそんなことでもないと思うんですけど、まあでもある程度のね、ことをこうまあちょっとやっていこう、ちょっと言っていこうかなというまあ感じでございます。超基本的なまあベーシックなみたいな感じなのかなと思いますんで、まあいただければと思います。今までのサックスの始め方シリーズについては、まあちょっとこのね、再生リストを載せておきますので、もしよければそちらを見ていただければということでございますね。では早速やってみようと思います。地図チャンネル。前回の、まあサックスの楽しい始め方シリーズの中で、組み立て方みたいなのがやったと思うんですけど、まあそれを、ね、見ていただいてね、今組み立ててる状態でございます。で、ストラップね、こう、サックス、ここに、穴絶対あるんで、ここにかけてもらって、で、まあ、こっからなんですよね。持ち方みたいなところを、まあ、じゃこれは、明確にしないといけなくて、まあ、どこに負荷がかかるのかっていうと、まずは、この、まあ、ストラップですね。首だから、首にこうグッてかかるんですけど、あと、このね、まあ、私の楽器では、ここ、黒になってるんですけど、こういう、ここ、ありますね。ここに、それぞれ親指を乗せるんです。こうやって。で、こう上は左。で、下は右。って感じで、こうなるんですけど、このストラップの、この重さと、あとこの親指。これ?これだけでもうしっかり支えられるようにしてほしいですね。で、まあこれどういうことかっていうと、まあ、こう指こう動かすと思うんですけど、なんかドとかレとかね、こうやると思うんですけど、キーを押してグッと持ち上げるっていうか、なんかギュッてこう持ち上げる感じがわかりますかね、こういう感じですね。これはちょっとやっちゃダメなんですよ。何も押さない音っていうのもサックスにはあるんで、そうなった時どこで支えるんって話になるじゃないですか、これで持ち上げたら。だからちゃんとこう、この首、親指、こっちの親指。これで、こう、自由自在に動かせられるように、この練習ってちょっとした方がいいかもしれないですね。こういう、こうね、自由でしょ?こうやって。こうやって。まあ、まあ、今はちょ、まあ、まあ、こう、こういう感じですね。だから、まあ、これはっきり言っとくと、首痛いです。首も痛いし、親指も普通に痛いです。これも痛いんで、ちょっと、まあ、まあそこはね、残念ですが、はい。特に、右の親指、これも全然めっちゃ痛いんで、まあそれはもう痛いって、もうそれは仕方ないことなんで、すいません。なんか、ちょっと対策練ってください。すいません。だから、まあ言ったら、まあ、なんていうんですかね、サックス吹きは、ここ親指、なんか、なんていうのかな。豆っていうか、まあ、で意外とできてなかったりして、まあ、ね、痛くなりやすいっていう、こともあるんでね。まあ、そういう感じです。地図チャンネル。向きとかを、ちゃんと整えていかないといけなくって、まずは、このストラップの長さ。で、本体と、このネック。ここの向き。と、あと、ネックとマウスピース。ここの向き
自分に合わせていくって感じなんですね。だからさっきのこれでいったら、こう吹こうとしたらもう今こうなりますね私こうやってね。だから絶対自分の体まっすぐでこう合わせていくって感じなんですよね。じゃあまあまず合わせていくんですけど、まずストラップの高さ、まあまあね、こうこんなんやったらちょっとこんなんになりますから、こうちょっと上げていくという感じですね。で本体とネック、本体とネック、ここの向きもこれ自由自在ですから、これこういう風にあのまあまっすぐこう見たらもうこうですよね。これで私あさなんていうやろ、そういう風に思うんやって言って結構衝撃やったことがあるんですけど、これあるじゃないですか、わかります？多分皆さんの楽器にもあると思うんですけど、それとこのネックのここあるじゃないですか、これを合わせたいみたいな、こうピシッとこう合わせたいって人は思うんですって、思うんですってって言ったらなんかちょっとあれですけど、らしいんですけど、別にこれ合わなくてもいいです。あの例えばこんなんな、ここまでこの大げさにずれちゃうと、こう押した時にこうほんま上がるんですけど、上がるものが上がらなくなってくるので、ここまではそのちょっとやりすぎですけど、あの真ん中じゃないといけないっていうのは、まあ、全然ないんで、あの自分が楽な姿勢の時にこうちゃんとこう合うかどうかっていうのが大事ですね。でまあここのネジを締めるんですけど、じゃあ ここはネックが動かないんで、でネックとマウスピース、ここも結構大事で、やっぱなんていうんですかね、歯並びとかね、こう今こうやったらこうなんじゃないですか、だからこういう風にまっすぐにするっていうことですね。でまあこれそれさっき言いましたけど、歯並び人とかによるんで、やっぱこうちゃ若干こうなってる方がやりやすいっていう人もまあいるかもしれない。私ちょっとやっぱ歯ガタガタなんで、ちょっとこれくらいの方がやりやすかったりもするんですけど、まあそういう感じで自分の体が楽な状態でこう構えられるように、なんかいいかね。でまあちょっとさっきある程度合わせたんですけど、まあ、ちょっとまだちょっと下気味になってるんで、こうちょっと上げるってなんですね。あまだやな、ちょっとこのままあうん、これが私のベストですかね。いい感じです。アンブシュアーによってはあのこうね向きが変わったりとかするんで、デビッド・サンボーンとかもこんなんですよね、ビャヒーってやってますけども、まあ、私はまあちょっとちゃうかなって感じですかね。この辺の加え方についてとかアンブシュアーとかについてはまあ以前ね、私のしずチャンネルの、まあ、ちょっとあの、大ヒット作っていうのがね、私が伸びるきっかけとなった動画みたいなのがちょっとあったりするんで、まあ、なので、まあ、ちょっとだいぶ昔のやつなんで、じゃあ恥ずかしいんですけど、まあ、あの、こういうのをね、一緒にご覧いただければなという、こんな感じでございます。しずチャンネル。立って拭くか座って拭くか論争みたいな、まあ、論争までいかないかもしれないですけど、まあ、ちょっとなんかそういうのはあると思うんですけど、ほんまに、まあ、初心者の方とかは、私は結構座って拭いた方がいいのかなって少し思ったりします。これもなんか座れって思わないんですけど、まあなんでかって言ったら、あのやっぱり立って拭くとなんかね、人ってフラフラするんですよ。なんかこう、ふにゃふにゃふにゃってするじゃないですか。なんかその、こんなふにゃふにゃって感じで、今はまあヘラヘラかもしれないですけど、しっかりこう、仁王立ちでね、ピシッと。まあ、こういう風に吹けたらもうそれはいいんですけど、やっぱちょっとしんどかったりとかなんかしたら、クラってなるじゃないですか。でも座ってたらそんなことはないんですよね。で、これの何が大事かって言ったら、そう、フラってすることで、やっぱアンブシュアーがちょっと安定しないんですよね。こう、なんか乱れるというか。んで、それってやっぱ良くないんですよね。アンブシュアーのこの辺のお口のセッティングとか、がの変わるのってやっぱ一定しないのってなかなか上達しないんですよね。だからマウスピースはホイホイ変えちゃダメっていう説もまあ、ちょっとこの話は長なるんでまあ置いときますけども、とりあえずそのセッティングの状態は一定に しといて自分がそのがなんかサックスに慣れていかないとダメなんですよね。まあ吹くことにってことは
ここのコンディションがコロコロ変わってたらなかなか慣れないんですよ。だからまあ座った方がいいのかなとは思うんですけど、やりたい音楽とかにもよるかもしれないですね。なんか私はビッグバンドとかその吹奏楽とかそういうのって、まあ、ほぼやることないんで、だとしたらそのコンボのパターンだったりする、まあ、立って吹くようなことがまあ多いと思うんで、そうやったらもう練習の時から立って吹こうみたいになってしまうんですけど、まあどうなんでしょう、ビッグバンドをすごいやってはる人とかやったら座ってる方がいいのかもしれないですけど、まあなんかそんな感じでちょっといろいろ検討してみてください。あれですね。まあはい。地図チャンネルということで、私関西に住んでますんで、よければちょっとね、大阪、京都、奈良、兵庫とかまあそのあたりでしたら、まあ比較的レッスン行きやすいのかなと思うんで、もしよければまあ、こんな感じでお越しいただければと思います。まあ、このチャンネルは、まあ、全世界にシェアハビしておりますから、関東とかね、九州とかね、そういったところも出張レッスンみたいなこともね、いつかまあできればいいなってなんか思ったりはしてるんですけども、なかなかちょっと、まあ、二の足を踏んでるような状態ですね。まあちょっと、まあできたらいいですね。もしよければね、関西の方、お越しいただき、ちなみに、私は、まあ、大阪生まれの、まあ一応奈良育ちでございますんで、まあ、奈良、意外とね、あれですよ、私、なんかこう、今、なんかすごい、大阪感みたいなの出てますけど、ですね、一応、小中高とね、多感な時期を奈良で過ごしてましたんで、奈良にはね、結構意外と、なんというか、あれがあってね、まあ、なんか、いいんですよ。まあ、実家も奈良なんでね、まあまあ大阪は住んでますけども、まあ、そういう感じで、まあ、ではでは、今日は、これで、終わりでーす。この動画が、面白い、役に立ったと思っていただいた方は、ご評価を。チャンネル登録もよろしくねー。ブブー。